皆さんこんにちは。ミュージシャンの長渕剛さんが想定外のファン離れに苦しんでいるようです。これまで全席即完売だった全国ツアーライブが空席ありの緊急事態に、元共演女優が昨年11月に告発した性加害疑惑の影響が考えられますが、何も長渕の薬物や暴力の噂は今に始まったことではありません。やはり今回ばかりは長年のファンもそっぽを向きたくなる事情があるようです。芸能記者歴30年のベテランジャーナリストが詳しく解説します。6月25日の大阪城ホールを皮切りに行われている長渕剛全国ツアーライブ、剛長渕アリーナツアー2024ブラッドの空席ありをフライデーデジタルが報じていました。人気アーティストともなれば本来プレイガイドに出るチケットなど秒殺で売り切れてしまいます。そのためファンはほぼほぼ優先的にライブチケットを手に入れることができるファンクラブに入会するわけですが、会員でさえチケットは抽選で、そのプラチナチケットを手に入れるのは至難の業です。ミスチル、ドリカム、サザン、タ、めったに来日しない海外アーティストのチケット等、どうしても手に入れたいんだけど、と私もよく知人に頼まれたものです。フライデーによれば、これから行われる長渕のライブで愛知、広島、東京の1万8000円の SS 席は売れているものの、1万3000円の S 席や1万1000円の A 席が空席ありだというのです。カリスマ長渕に一体何が起きたのでしょう。 SNS を探ってみると、一番の要因と感じるのは、昨年11月に元共演女優から告発された性加害の件でした。20年以上前になりますが、映画で共演した長渕さんから自宅軟禁され、性加害や暴力を受け続け、目の前で長渕が白い粉を炙って吸引していたことを暴露された騒動です。カリスマとか男ともてはやされていたから許されていたのでしょうか。これまで長渕さんに関しては、薬物、1995年には大麻取締法違反で現行犯逮捕や、暴力に関するグレーな噂が立ち消えを繰り返してきました。それを噂としない元共演女優は、昨年11月から今年1月にかけて、ミュージシャン N さんからの犯罪まがいに巻き込まれた、 N さんに薬物持ってこられて、監禁されて、レイプされて、暴力を振るわれて、最終的にお前なんか芸能界にいられないように、ボコボコにして海に沈めてやる、俺の周りにはそういうことできるやつがいる、と脅されたと SNS とライブ配信を駆使して告発したのです。マトリに逮捕された後も、長渕さんのカリスマ性は長く続き、逆に箔がついた感さあったほどでしたが、問題なのはこの告発に対する長渕さんの対応だったようです。長渕さんがなぜ二十数年前にそう思うんだったら言ってこないの、もしそうなら俺捕まってるはずじゃん、テレビやラジオから NG を食らった、ネットで誹謗中傷を受けていると YouTube で話したことが言い訳じみてる、ぼやきは聞きたくないと批判の的になり、それまで擁護してきた人々も落胆、沈黙を続け、確実にファン離れが加速しているようなのです。厚さと潔さが好きだったのに、 MC でぼやきや愚痴は聞きたくないからライブには行かないとのことでした。長渕さんの SNS は性加害が取り沙汰された直後から意味深なものが多かった印象です。浜辺に太陽と手のドアップが写った画像とともに、何も知らない人間が虚構を切り刻み貼り付け、そして汚い金になる、そんな社会が確かにある。私に向けた刃ならいつでも立ち向かう、なぜなら自尊があるからだ、と投稿。さらに、何かあるならば私の名前を叫んでこい、自分を見失わせる恐ろしい社会になったけれど、切り刻まれようとも私は立つ、今日私はここに立つ、と続けていました。
翌日には母校の卒業式でライブを開催した様子を、さらに次の日には母親の出身地鹿児島県指宿市に送った、石碑の前でポーズを取った写真を連投。芸能ライターはこう分析していました。長渕さんのインスタ投稿は普段は頻繁ではないので、今月に入っての連投にファンがざわつきました。いつでも立ち向かうと意味深なメッセージを投稿しましたが、いつの間にか公式 X 旧 Twitter のアカウント、長渕剛スタッフ公式 Twitter は削除され、メッセージを投稿した Instagram もコメント欄が閉鎖されています。つまりファンが残した直近の応援コメントも削除されているわけで、長渕さんの熱いメッセージとは対照的に困惑の声が出ています。この数週間ずっと心配だった、自分のことじゃないのにそわそわして、剛大丈夫なのかなって、抽象的でなく誰にでも分かりやすくこの件をはっきり語ってほしい、ついてきてくれるファンのために、長渕剛の X が削除されたみたいです。長年ファンですが、長渕剛さんダサすぎますよ。長渕剛さん、インスタのみんなのすべてのコメントを削除したのね。自身では何も言葉を発することもなく、それはあまりにも失礼すぎはしないかな。ずっと信じてきたけど悲しすぎるくらい、全く心に響かなくなってしまった、などと、ファンだから心配と悲しみの声が多数上がっていました。長らくファンからのコメントを絶っていた長渕さんですが、今回のライブを機に再びコメント欄を開放しました。6日、愛知スカイエキスポホール A でライブを開催した長渕さんは、SNS は人が幸せになることをみんなで拡散しよう。今日は名古屋の夜、みんながスマホをかざして、幸せの灯火を照らしてくれた、とその様子を動画で投稿。観客が歌いながらスマホのライトをかざし、ステージ上の長渕さんが、皆の命一つずつすっげー綺麗だよと感激する姿を収めています。この美しい光景にありがとう名古屋と感謝を述べ、投稿を結びました。フォロワーからは、昨日は本当にいい時間をありがとうございました。強くて優しい大先輩、大好きだ。お誕生日おめでとうございます。昨日のライブ最高でした。興奮して眠れない、今日は二度とない最高の日になった、とコメントが寄せられていました。また、翌日、9月7日で68歳の誕生日を迎えた長渕剛さんは、投稿にて、俺のダチ千葉ちゃんがバースデーを祝ってくれた、68最強のジジイを目指す、みんなありがとう、と綴り、バースデーパーティーの様子を公開しています。投稿された写真には、ハッピーバースデーと描かれた大きな金色のバルーンをバックに、赤や金、白の風船に囲まれて、笑顔を浮かべている長渕剛さんの姿が写っています。コメント欄には、勝手にオールナイトでバースデーお祝いしてますよ。かっこいい、お誕生日おめでとうございます。目指すもなんもすでに最強のジジイじゃん。最強の剛に負けないようにこれからもライブ参戦していきます。生涯情熱、まだ68、まだまだイケてる、などファンからの祝福のメッセージが集まっていました。しかし、やはりライブ後や誕生日などポジティブなコメントしか書き込まれない時だけコメント欄を開放する行為は卑怯と見る向きも少なくなく、X には批判的な声も相次いでいました。突如として多くのファンを失った長渕さんですが、今回のインスタ投稿はそんな減ってしまったファンから目を背ける行為にも感じます。名誉挽回のチャンスは訪れるのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。